こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、総務省が大揺れに揺れてますね。総務省がもうね、完全に放送法を私物化して、自分の気に入った人にですね、その認可を提供して優先順位を与えてですね、そして一生懸命事業をされているところが除外されているということが起きています。要するに忖度して特別な地位を与えるってことは、競争に基づいてその地位を狙っていた誰かが落ちるってことなんですよね。で、今回菅総理のご長男さんが東北新社という会社に関わっていた、そしてそこからの接待を総務省の高級官僚に、断れない状態で、接待をね、繰り返していたってことによって、東北新社に特別な権限が総務省から与えられていたということになります。今回ね、小西洋之さんがそのあたりを追及してくださったんで、動画概要欄にそれを貼っときますけども、私個人的に小西洋之さんはあんまり好きではないんですよ。ただやっぱりね、指摘の鋭さはやっぱりね、秀でたものがありますね。今回はその極めつけでクリティカルヒットですね。このいやらしい追求が自分に向けられた時はね、自分の好きな閣僚に向けられた時は小西めとか思うんですけどもね。でも今回は武田総務大臣、もうキリキリ前でしたね。もうね、インチキのしっぱなしです。菅総理と武田総務大臣はもうね、逃れようのないね、いわゆる違法行為の見逃しというものをどう流れようかと、だらだらとやってるところでございます。小西さんもね、徹底的に追求していただきたいと思いますので、こういう時は応援したいなと思います。で、総じてですね、これ私の勝手な主観も入ってますけども、菅総理の長男さんっていうのは総務省にちょっと関わってましたけども、電波や放送の専門家でも何でもなくって、いわゆるね、高級官僚、閣僚、そして今は総理大臣の長男だからということで、多くの方が親の七光に怯えることによって、いわゆるね、いい気になってあっちこっちと話をしに行ったんじゃないかなと思うんですよ。その菅総理の、菅聖子さんですかね。菅聖子さんっていうのは、それまで全く関係ないマーケットにいて、いわゆるね、私から見るとですよ、私の勝手な考えですけど、プラプラしていたわけですよ。で、親父さんの菅総理が不憫に思ってね、で、なんとかせなきゃいけんなってことで、自分の権限で職位を与えて、そしてそこの人脈をつなげたわけなんですよね。そこからはその長男さん菅聖子さんが、自分がまるでね、親父の意向を借りて大物になったつもりで、あっちこっちとつまみ食いしたんではないかなと思います。それこそ接待費用は使い放題というね。で、高級官僚との会食で向こうは屁こらしてくるわけですよ。親父がいますからね。もしくはそういった菅聖子さんを利用して活用して、誰かが菅聖子さんをそういう役割にはめたのかもしれません。で、全体的に見てみると、この高級官僚に対する接待っていうのは別にね、新聞記者とかよくやってるわけですよ、昔から。波取り記者って言いますけども、こういう人は取材をするんではなくて、人と人とをつなぐために本当あっちこっちブラブラしてね、で、食事会に招いたりとか、ゴルフをやったりとかして仲良くなって、特別なルートを作ってもらう、いわゆる癒着をするってことはね、長けてるわけなんですよ。で、マスメディアは実はこういうことを知ってるんですけども、そこじゃなくってね、今回は菅総理の長男さんをうまいことを使って菅総理の失脚を目指している、もしくはこういうふうにね、菅総理と総務省とそれを追及する野党ってものを使って数字を稼いでいるってことなんではないかなと思います。私は基本的にはね、菅総理は縦割り行政の打破とか、それから前例主義の打破とかね、改革を大いなる実績と次の世代のための財産としてね、仕事をしてくれてるんだろうなと思います。大筋ではですよ。でも要するに現状を打破して新しいものを作ろうっていう風なリーダーに対しては、今のままの方がいいのにっていう既得権がものすごい反発するわけですよ。それが今回かなりいろんなところで紛糾して、菅総理をね、追い落とすために菅聖子さんを使ってですね、それまでずっと見逃してきたのに、今いろんな証拠をリークして、週刊文春みたいなね、ベストポジションのそういったところに出してるんだろうなと思います。ですので今回ね、週刊文春が優れた取材能力を持っているかどうかっていうよりも、その週刊文春にネタを流している反菅総理派っていうのがね、かなり暗躍してるんではないかなと思ってます。まあでも今回のね、総務省のあまりにもひどい、なんかその接待ぶりっていうのですか、で、武田総務大臣のその無能ぶりっていうんですかね、はっきり言って無能ですね、この人はね。こんな人が大臣できるんだったら、誰でも、あなたでもいいですよ、本当に。あなたでもいいって言ったらあなたに失礼ですけどもね。はっきり言って大臣は誰でもできます。これは。
もうね、くじ引きで決めてもいいぐらいですよ。で、今回のこの野党の追及をね、見てみるとね、あの各閣僚を自民党の人じゃなくて、これね、野党の人がやった方がまともに機能するんじゃないかなとさえ思いますよね。自民党はね、もう既得権益を守ることは長けてるんですけども、何かをクリエイティブしたりね、本当に正義のために国民に尽くしたりっていう能力は全くないですね。それはね、ここ1年2年の野党の活躍の方が凄まじいものがあると思います。やっぱりね、野党に政権能力があるかないかそれは分かりませんけども、現政権には国民を守る能力がないっていうのがね、これは多くの方が納得するところではないかなと思います。むしろ国民の生命を食い物にして、ね、養分にして生き延びている、それが今の自民党の姿だと私は思いますけどもね、まあ、全てはね、隠蔽したりね、財務省がね、あんな形になってしょうもないなと思ったんですけども、なんとね、財務省だけではなくて総務省もこうなっちゃってますよ。あとは他の省庁どっか生き延びてくれるかな、なんかね、絶望的な気持ちになりますね。ということで、動画概要欄から小西洋之さんの、まあ、上手な追及ね、見ていただきたいと思います。東北新社、外資規制に違反か、小西洋之、18分ということでございます。